こんにちは、ゆきです。今日はね、じゃん、 HKT48 の8枚目シングル最高かよ、こちらを買いました。はい、僕が買ったのは、タイプ A とタイプ B のこの2枚を買いました。はい、こちらのね、シングルは9月7日に、発売された新しいシングル曲なんですけども、今回のね、この新曲はですね、タイプが A、B、C プラス劇場版の4種になります。今回4種類ですね、劇場版合わせて。はい、で、今まで、前回のシングルは、ハルッピがセンターを務めていたんですけども、今回のこの最高歌謡のセンターは松岡花ちゃん、よくね、フット後藤さんが花ちゃんってよく言いますけども、その花ちゃんがセンターを務めております、今回のシングルは。で、そうだな、今中にね入っている収録曲なんですけれども、まあ、メイン曲の最高歌謡はちょっとずれるね、最高歌謡は、同じなんですけれども、まあ、あと2曲目か、2曲目に入っている曲が、HKT48 のチーム T2 が、歌っている曲なので、2曲目までは、変わりません、タイプによっても。はい、で、3曲目からのカップリング曲が、まずタイプ A なんですけども、穴井千尋と仲間たちということなので、キャップの卒業ソング的なものなのかなと思います、おそらく。はい、これがタイプ A に入っております。で、タイプ B なんですけども、タイプ B のカップリングがチーム H の、曲で、タイプ C のカップリングが、チーム K4 の歌っている曲になります。で、劇場版なんだけど、劇場版が、花ちゃんがなんか歌っている曲が劇場版には入っているということになるみたいです。はい、あとはね、DVD の収録曲とか、DVD の収録のものは、各タイプごとの、ミュージックビデオですね。はい、ミュージックビデオと、あとは、もう一つ特典として、HKT48 の団結修学旅行のボリューム1、ボリューム2、ボリューム3っていうのがタイプごとに、1、2、3っていう、まあ、続きものになってるんだと思うんですけど、だから全部見たかったら全種類買わないと見られないと。はい、なんかタイプごとに1、2、3って振り分けられちゃってるんでね、全部見たかったら全部っていうことになるんだと思います。まあ、あとはね、初回プレス分限定封入特典でなんか入ってるらしい。はい、あとはね、カップリングじゃない、ごめんなさい、ジャケット写真、ジャケット写真はですね、今回買った、僕が買ったこのタイプ A、 ちょっと反射しちゃって見づらいかな、あとこのタイプ B 以外にね、あと劇場版とかタイプ C の、ジャケット写真あるんですけども、まあこの辺にね、分かりやすいように あったらポンと貼ってきます、この辺に。はい、貼ってきますね、ペチャッと。はい、ではね、早速開けていきましょう。いやー、まずね、タイプ A からいきましょう。こんな感じ、ちょっともうちょっと前に出る、裏がこんな感じですね。はい、これ開け、今日は下ですね。はい、開きました、オープン、ペロ。はい、いつものタグ、それからいきます、開けます、オープン、 HKT48、 じゃじゃん。おお、こっちはなんか、なんつうのかな、この裏のあれとちょっと似てっけど、 CD がなんかシンプルだけどかっこいいっていうか、なんかね、なんかまた変わってるようなデザインっ
ていうのかな、うん、どっちかっていうとピンク、ビビットピンクっぽい、紫に近いけどなんかビビットピンクっぽいような感じかな、うん、はい、DVD いきます。あれ、これ撮れたかな。赤、おー、波打ってるよ、ギザギザみたいに。で、色はね、同じなんかビビットピンクっぽいような、まあ紫に近いような色してますね。はい、こっちが DVD。 まあ DVD の方はまあなんかシルバーレーベルみたいなのに、まあ本当にギザギザが書いてある感じで、 CD の方にはなんか黒なんだけど、黒にそのピンク、ビビットピンクみたいなのが入って、なんかこういう形になってますね。ギザギザじゃない、うん、これタイプによって、だからもしかすると色が違うかもしれないね、タイプによってね。まあこれはもう一個の方を開けてみると分かるということですよね。はい、中にね入ってたものは、当然のことながら歌手カードですね。こちら歌手カードになります。あとね、歌手カードとこれ以外にね、こちらポケットカレンダーっつったらいいのかな、裏にカレンダーが、ちょっとちっちゃくて見えづらいと思うんだけど、カレンダーが書いてあります。で、田中美久ちゃんですね、あの出たメンバーは。はい、あとはね、こちらなんか最高歌謡の全国握手会イベントの、このなんかイベントの参加券が入ってましたね。はい、うん、まあ、これね、劇場版のこの個別握手会とはまた違うものになるんですけども、まあ、このねイベント参加券が1枚入ってました。はい、はい、じゃあ次ね、タイプ B、 こちらをね開けてみたいと思います。はい、オープン。はい、またタグです。あ、今度ね裏はこんな感じ。タイプ B はちょっとねタイプ A と違うんですよね。はい、じゃあ色変わってるのか開けてます。 HKT48 でででで、お、今度ブルー、あ、ブルーだ。デザインは変わらないけど色はブルーなんだね。っていうことはこれは黒にブルーなんだけど、 DVD はじゃシルバーレーベルのところにさっき言ったギザギザのブルーを、あ、そうだね、同じブルーだね、波打ってる、うん、こんな感じですね。はい、さっきと同じようにね、歌手カードが1個とでね、あとはこれポケットカレンダー、まあ一応2016から17って書いてあって、まあ9月からね来年の2月までかなのカレンダーで、田中優香ちゃんが出ましたね。はい、あとはもう一個、このさっきも見せたこれですね、最高歌謡の全国握手会のこのイベント参加券、はい、こちらがついておりました。はい、あとね、あと店舗で買ったので、僕ね山田電機の方で買った店舗特典がついてました。こちらですね、じゃん、ちょっと1枚見ます。高品由衣と松岡夏実かな、はい、がこの2人で写ってる写真が出ました。はい、はい、っていうことでですね、今日はですねこちら、9月7日に発売されました、HKT48 の8枚目シングル最高歌謡、こちらのね CD を買ってみました。まあね、こちらね、1曲ずつ、まあね、ちょっと特にそうだな、曲もね、楽しみですけど、 DVD の方のね、まあ、それぞれのタイプごとの、まあ、ミュージックビデオもそうなんですけど、この団結修学旅行のボリューム1、ボリューム2とかって、ね、あるんで、ね、そちらの方も、まあ、楽しみかなと思います。はい、まあね、気になる方はですね、下の方にもリンクの方を貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。まあもうね、当然のことならもう持ってるっていう人はねいると思うんですけど、ファンの方はね、もう発売日買ってると思うんですけども、
まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。シャバダバイバーイ。